疲れ様でした。ありがとうございます。安全してください。内出血もこんな感じですね、うん。本日はですね、インフルエンサーの志保さんに来ていただいたんですけども、志保さんにですね、二の腕の脂肪筋の施術を今回受けてもらおうと思います。今回、まあ、二の腕の脂肪筋ですね、まあ、夏前ってことで結構二の腕の脂肪筋考えてる方とっても多いんですけども、なんで今回脂肪筋の施術をしようと思ったのかっていうのをちょっと簡単に教えていただければと思います。どうなんかやっぱり写真を撮る機会がすごく多くて、横から撮られた時にどうしてもここのラインがすごい気になっていたのと、もともとパーソナルとか、ダイエットをしていたんですけども、それでもこうあまり変化が二の腕見られなくて、今回脂肪筋をしようかなというふうに思いました。なるほど、ちなみにそのパーソナルのトレーニングっていうのはどのぐらい前から行ってるんですか？結構去年の本当1年半ぐらい前から行っていて、足とか お腹とかやっぱお尻は変わりやすいんですけど、なかなかここに変化が見られなかったっていうのが大きいですね。結構そのパーソナル行っても全然変わんないって方は、どうしてもここ痩せたいじゃないですか。そうですね。でなんかやっぱいきなり脂肪筋やろうって思う人も意外と少なくて、でまずはなんか脂肪溶解注射とか、あとはクールスカルプティング、メディカルサイズダウンとか、そういったところから始めてみてっていう方も多いんですね。なんで今回志保さんはいきなり脂肪筋をしようと思ったんですか？私顔の脂肪筋をちょっとやってるんですけど、部分痩せってすごく難しくて、他の部位はあまり気になっていなくて、どうしても二の腕だけっていう感じだったので、顔の脂肪筋やった時にすごい効果が出て、とても綺麗になったので、今回二の腕もちょっとやろうかなっていうふうに。なるほど、なりました。確かに1個の部位ですね、どこでもいいんですけど、顔とか、足でもどこでもいいんですけども、1個脂肪筋して1箇所すごく満足がいくと、やっぱり部分痩せなかなかできない場所っていうのは脂肪筋食べ、やすくなってしまうと思うんですね。で顔はどのぐらい前に行ったんですか？顔は3ヶ月前に、2ヶ月ぐらいかな、やったんですけども、腫れも引いて、すごい顎下もすっきりしたので。確かにすごい綺麗ですね。すごい綺麗になりました。なるほど。例えば二の腕脂肪筋する上で不安とかってあったりするんですか？なんかもう私は先生を選んだ時点でもう完全に信頼を置いてクリニックにこう来ているので、あまり不安とかはないですね、今のところは。本当ですか？ありがとうございます。結局でも脂肪吸引ってなんていうのかな、やっぱり怖いじゃないですか。そうですね、なんかダウンタイムどうなのかとか、内出血とか本当に大丈夫なのかとか、痛いのかとか、そういった不安も全くないって感じですか？そうですね、なんかもう、もう先生にお願いするって決めた時点で、私はもう任せますっていう感覚ですね。そういう考え方ですね。そうなんです。しっかりやっていきたいと思います。お願いいたします。志保さんは、インスタとかで活動されてると思うんですけど、結構周りの友達とかで脂肪筋されてる方ってどうですか？多いですか？多いですね、やっぱり、やっぱ美容系のお仕事をすることとかもあったりとかするので、そんな中で出会った友達とかお仕事関係の方は結構私もやってるよみたいな感じで言ってくれますね。みんな結構みんなオープンに言ってますか、それとも意外とみんな隠したりしますか？いやもう全然すぐ言ってくれます、なんかそれこそ私ちょっとやろうと思っててって言ったら、私もどこどこでやっててとか。本当ですか？それこそ私お友達にこう先生を紹介していただいたので、じゃあ意外とみんな脂肪筋を公開する時代になってきた。そうですね、もう結構整形がオープンな時代になってきてるっていうのはあると思いますね。実際脂肪吸引は整形だと思います？でも私はもうダイエットの一環ぐらいで思ってますね。なるほど、じゃあ全然隠さなくてもいいのかな。そうですね、なんか中にはもう全然脂肪吸引とか、もうバレたくないとか、もう絶対にバレたくないって方もいらっしゃいますので、その辺は本当に人によって、感じ方とかっていうのはちょっと違ってくるのかなって思いますね。ちなみに周りの友達って、その顔とか二の腕とかお腹とか太ももいろんな部位あると思うんですけど、どこの部位が一番多いんですか？周りのお友達でお話を聞くのはやっぱ足とかお腹は二の腕、その次二の腕かなっていう感じですね。確かにどれも自分だとなかなか落としづらい場所ですよね。意外とそのパーソナルジムとかパーソナルトレーナーにつけてても全然落ちないって方がやっぱり多いと思うので、そういった方は脂肪吸引とかっていう選択肢もあるのかなっていうふうにちょっと参考にしていただければいいのかなって思います。そしたらですね、この後ですね、実際に志保さんで、二の腕の脂肪筋ですね、一緒にデザインしながら、どの辺が気になるかっていうのをちょっと説明しながらやっていきますので、ちょっとそちらの動画も参考にしてみてください。じゃあそしたらですね、これからですね、二の腕をですね、一緒にデザインしていきたいと思います。結構すっきりめですよね。そうですね、ここに上げていただいて、力をギュッていただ
結構ありますね。地下球ここですよね。そうですね。こことここ繋がってるので、ここですね、うんうん、ここもしっかりやっていきます。2匹ですかね。2匹です。手を下ろしてください。ちょっと細かく書いたんですけども、またこの後ですね、やるときにまたさらに細かくやっていきたいと思います。お疲れ様でした。じゃあちょっと一緒にですね、手を上げてみるんですけど、手を5分にして、万歳してください。内出血もこんな感じですね、うんうんうん、特に問題ないかなと思うので、ちょっとまた様子見てみてください。はい、はい、ありがとうございます。今回ですね、なんで二の腕の脂肪筋をしたいと思ったのかと、そのデザイン風景ですね、をご紹介しました。また今後の経過ですね、また3日目とか1週間前どうなっていくかについては、また別の動画でも解説していきたいと思いますので、ちょっとそちらも参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問とかコメントありましたら、コメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。